はい、皆さん、こんにちは。J と申します。さて、今日は、現地物語の葵の巻のね、病床の葵というところを見ていきたいと思います。えー、ではですね、行きましょう。光源氏の制裁、葵の上は、妊娠中です。そして、その場に立ち会う光源氏。突然、葵の容体が悪くなり、心配すると、なんと、光源氏の愛人である、六条の宮ころの生き量がね、葵に乗り移ったというお話なんですよ。もう、ざっとまとめると、こういうお話です。細かく見ていきましょう。まだ去るべき ここはですね、役がもう決まってまして、まだお産すべき時でもないというふうになってます。なんでね、妊娠中なんでね、出産するかもという状態になって、いや、まだそうであるしかるべき時ではないっていう感じですね。 で、これ、作者からででで、す。字の文なんでねで。これ誰かっていうと、皆人という風に書いてるので、みんなでいいと思います。このね、葵のおうちにいる人たち、お父さんの大臣とかね、えー、お母さんの宮、母宮に対する尊敬語として使ってる感じですね。で、えー、このルーがですね、えー、という音に接続してますよね。 ののの未然四段の以前にに接接続続すするので寂しいといとうね接続になりますどちらも A の音になるんですよ。だから A の音にリーとかルーがくっついてたら官僚存続というふうに取りましょう。家の人たちも皆油断なさっていると。にわかに恩景色ありて悩みたまへばというふうになってるね。尊敬語です。これは突然苦しみ出したということなので主語は青いです。尊敬語はね、主語を高めるという敬語になるので、青いに対するものになると。 突然、葵の上がご出産の兆しがあり、苦しみなさるので、いとどしきご祈祷、数を尽くして、せ、させ、たまへれど、というふうになってますね。このさせが、助動詞のさすです。で、死益尊敬になってるんですけども、これね、祈祷をさせるということなんで、死益で取りましょうと。で、その下のたまへが尊敬語で、作者からこのね、葵の家のもの、まあだからお父さんでいいかなという感じしますけども、えー、周りのね、人たちというのが、葵のためにね、祈祷を をさせるとということで,す、ね、で、すねでこの例はですね、実はこれも官僚存続の助動詞の「り」です。えー、依然形になっているという形ですね。だって、たまへーというね、えーになってますよね、音がね。ますますご機能の数を尽くし、おさせになっているかと。 例の収益を物もののけ一つさらに動かずという風になってますね。例の収年というね、この読み方の問題とかが予想されるかなというところですね。でいつものようにと、この終年深いもののけが一つさらにというのは打ち消しとくっついて全く何々ない、少しも何々ないという非常に強い否定を作るので、 例の執念深いものの毛が一つも全く動かないという感じですね。一応ですね、この青いの様子がちょっと悪い、容態が悪いということで、もしかしてなんかものの毛がついてるんじゃないかなっていうことでですね、この前の段階で実はね、青いに対してお祓いをしてたんですよ。そしたら、ものの毛がなかなか移動しないという状態が実は発動してまして、で、これはどうやろうどうやろうっていうのを、例のという言葉で受けてるんですよね。 あの、例のというやつです。 で、ヤンごとなき玄ざどもというね、これ玄ざという風うに読むんですけども、ヤンごとなきっていうのは身分が高いという意味の単語ですね。珍かなりともて悩むと。身分の高い主言者たちは珍しいことだと困惑していると。こんなに頑張って、こんなに祈祷しているのになかなか良くならない。なぜだという風うになってるという状態ですね。さすがに意味重超ぜられて、心苦しげに泣きわびてという形ですね。さすがにというのは約ですね。そうは言うものの やはりです。 まあねなかなか動かないとはいえどもこんだけ重複されればという感じですねこのラレはですねラルという助動詞自発化の受け身尊敬の助動詞の中でこれは重複される、まあ、要するにそのご祈祷を受けてですねもののけというのが払われるという感じで取っていきましょう受け身ですそうは言うものの非常に重複されて苦しそうに泣いているという葵ですねふという感じですね少し ゆるえたまえやというね尊敬語を使ってますこれは葵が喋っているので葵がですねそのね、えー、重複するまあ、祈祷を読む人々に対してですね言っていると ちょっと緩めてくださいという感じですね。えー、そして、大将に聞こゆるべきことありという形です。この大将って誰ですかという問題で、ね、これ、光源氏のことを指します。で、聞こゆというのは、謙譲語になってて、ここ、会話がね、葵から喋っているので、葵が大将に、光源氏にってなってますよね。謙譲語は、目的語を高めるという敬語になるので、これ、大将、光源氏に対する謙譲語になります。 で、その下に使っているべきっていうのは助動詞で意思で取ればいいと思います。少し気筒を緩めてくださいやと、さあちょっとヒカルに申し上げようと思うことがあるのだと。 と、のたも、うというね、尊敬語を使ってます。ここは字の文なので、作者から喋っている葵に対するものになります。するとですね、さればよ、というね、まあ、やはりね、という感じなんですけども、役としては、あるよう、あらむ、何か訳があるのだろう、というね、この助動詞のむは、推量で取りましょう。 と、葵がおっしゃる。やはりね、と。何か訳があるのだろう、というふうなことで、近き、三木町、基調というふうに読みます。この読みね。の元に、入れたて祭り、たりですね。たて祭りは、謙譲語を使ってます。作者から、えこれ、目的語、誰を入れたのかっていうと、ちょっと、光源氏に言いたいことがあんねんって言って、ほんだら、ということで、光源氏を部屋の中に入れたということになるので、 作者から光源氏に対する謙譲語です。で、タリはですね、官僚ですね。近い基調のもとに光源氏を入れ申し上げたと。そして、無下に限りの様に物したもうというふうにね、光源氏と葵がですね、まあご対面してるわけですよ。この限りの様というのはですね、今にも死にそうなという状態です。で、この多もうはですね、葵が今にも死にそうになっているので、作者から葵に対する尊敬語。 本当に臨終の様子で葵はいらっしゃるの 聞こえ、岡間まほしきこともおわするにやというね。ここは現代語訳の問題がちょっと予想されるかなという感じします。聞こえというのはここ、謙譲語になってて、言うの謙譲語ですね。申し上げたいという感じになるんですけども、喋っているのがですね、この後、と言って、おとども宮やもというふうに書いてるから、おとどと宮が喋ってたんだよっていうのがわかります。ちょっと噛んじゃった。おとど、宮が喋ってます。で、 葵がおこの光源氏に申し上げたいという形になるのでえここえ光源氏大将に対する謙譲語というふうに取ってるわけですよで喋っているのが音戸宮になるので音戸宮から光源氏に対する謙譲語ですで丘魔法師これはですね願望の助動詞になりますその連帯形ですね魔法式でこともお忘るこれ尊敬語ですねあるのだろうという意味の尊敬語です だからこれも会話の中で使っているので、音と宮から実際にね、あるのだろうというね、えー、持っているのだろうという主語である葵に対するものになります。で、にやのにはですね、これ、断定の助動詞なりの連用形になります。にやにかアラムのには断定というふうにぜひ覚えておいてください。にやにかアラムのには断定です。遺言的に申し置いていて、 えー、申し上げておきたいことも終わりになるのだろうかという感じですね。えー、おとどそして宮も少し退き玉へり、尊敬語を使ってますね。玉へがこれ、字の文なので、作者から大臣、そして宮に対して、おとど宮に対してね。で、この「り」がですね、官僚の助動詞になります。へーという、えの音にくっついてるんでね。 父おとどもそして母宮も少しお下がりなさったということで光源氏と二人きりになったという形ですね家事の騒ども心を静めて法華経を読みたるですねこれは尊族です読んでいるというね家事祈祷の僧たちが声少し小さくして法華経を読んでいるのが意味重尊し非常に尊いとそして三木町のこれもね読みが問題で聞かれますね片平です 引き上げて「見て祭えばて祭玉まつ祭」が謙譲語「玉へ」が尊敬語ですでつ祭り謙譲語は目的語に対してなので「見申し上げる」「誰を」かっていうと「葵をです」ですで誰が見てるのかっていう主語はこれ光る源氏になるのでえここは尊敬語作者から光る源氏に対するものになりますと「貴重の片びらを引き上げて光,るは,光るは葵を拝見なさると」 おえるお腹大きくなっているね葵が主語になっているのでここも玉へ尊敬語ですね作者から主語である葵に対してでこのルーはですね官僚存続の助動詞のりの連帯形ルーですね たまあ、へえというね、A ノートにくっついているので、少し慣れてきたでしょ。なので、訳としては、非常に美しいご様子で、お腹はとても高く横になられている、その葵のご様子はという感じですね。よそびとダニ、み、たてまつる、たらむに、心、みだれ、ぬべし。というふうになってます。ここは問題で聞きそうですね。よそびとって誰ですかとえ。そして、このダニというのが副女子で、類推です。何々で、さえ。というふうに訳します。 で見立らこれが謙譲語になっててこれ字の文なので作者から「葵を見る」になると思うねこれねえ葵に対する謙譲語ですでこの「ーがですね助動詞で「推量」「意思」「家庭」「勧誘」「遠曲」「適当」になるんですけども「無」の後がが「に」とか「は」とかね女子がくっついてる時っていうのは家庭で訳すとうまくいくことがめちゃ多いですなので「あ家庭」かなと思いながら見ていってもらえればいいと思います そして心見慣れぬべしぬべしという形が出てきたらですねこれはぬべしというふうに品詞分解してください官僚脅威の助動詞のぬに水量関係の助動詞のべしがくっついているという形です で、特に脅威の意味で取ることが非常に多いんでね、脅威、きっと、べし、水量、だろう、みたいな感じでね、役を作ってもらえればいいと思います。ちょっと役出してみましょう。こんな感じですね。夫婦ではない、赤の他人でさえ、この葵の様子を拝見なさるならば。 あ拝見するならばですねごめんなさい拝見するならば心がきっと乱れてしまうだろうというそれぐらい生めかしい美しいわけですよ葵がねでそれをねましておしゅう悲しゅうおぼすっていうね、えー、結婚している夫婦である光源氏はになるのでこのおぼすは主語光源氏ですから作者から光源氏に対する尊敬語 で断りなりというのは、これ問題で意味として聞かれるかなという感じですね。道理だもっともだもという感じです まして、夫婦の光は残念だとも、そして悲しいともお思いになるのは最もなことだ、道理なことだという感じですね。白き音像、あるいは未像というふうに呼んだりするんですけども、これね、読みが問題で聞かれたりします。音像に色合い、糸華やかにて、白いお召し物で色合いがとても華やかで、身ぐし、髪の毛ですね。読み方が問題で聞かれるかなと。 名護をこちたきを引きゆいて打ち添えたるもこれ存続の助動詞「たり」ですね。 髪の毛がとても長く非常に多いのを引き結んで添えているのもって感じですね。引きっていう字がごめんなさい。ちょっと間違えてますね。引くですね。普通に引く。引退の引ですね。申し訳ない。そして、こうてこそ、形状詞使ってます。で、うし、隣のね、えー、行のところのおかしかりけれのところを少し色変えてますけども、かかり結びの法則で依然形になっているという形ですね。けれ。ね。こうあってこそ、可愛らしく優美なところも、 ロータゲに生めきたる方。そいてお菓子りけりここは英単で取りましょう過去の助動詞けりっていうのは会話とか和歌の中で使うと過去よりも英単で使うことの方が多いですだから会話内のけりっていうのは英単で取るみたいなイメージを持っといたらいいと思います添えられているのも美しいなぁというふうにね光源氏には思われるとお手を捉えてアなイージこの意味ね聞いてくるんじゃないかなと 心浮き目を見せたもうかなというねこれ光源氏が喋ってるんですよ葵の手を捉えて喋っているという形になるのでアナいミとつらい目を私に見せなさる主語は葵ですなのでここは光源氏が喋っているから光源氏から主語である葵に対する尊敬語ですね葵のお手を取ってああなんとひどいと 先に私にこんな辛い目をお見せになるなあもう本当に辛いよって言ってるんですがこれ一体何がねあのイメージ辛い目なのかっていうとですねもういかにも葵がなくなってしまいそうな状態になってるので死別の悲しみみたいなものをちょっと光源氏はね想定してるんですよ。 だからあなたがここで亡くなってしまうと私はあなたを失った死別の悲しみというのを味わってしまうことになるとそれを私にあなたは味わわせようとしているのですかみたいな感じなんですよね。とて物も聞こえたまわず泣きたまえばとなってますね。ここ光源氏が葵に物も聞こえたまわずですね。聞こえは言うの謙譲語になるので作者から目的語である葵に対して。 で、「玉は」というのが主語であるあ、えー、光源氏に対してですねそして「図、えー」これが打ち消しになり「泣き玉え、これもね主語光源氏ですから作者から光源氏です。とものも申し上げなさらず光は泣きなさるので「霊は意図煩わしゅう恥ずかしげなる御まみよ」。 「いつもは」とって言ってねえ鬱陶しそうに気が引けえ近づきづらい感じの葵の眼差しをという風になってるんですけどこの「いつもは」ってどういうことかっていうとですねえこれ「源氏言物語」を実は当時の話なんですけども葵と光源氏の実は夫婦関係っていうのは結構冷めきってるんですよ。 で、それはね、もう光源氏がもういろんなところに女を作って歩き回ってると。で、なかなか自分とこに帰ってこないと。で、それに対して葵というのは私が正妻なのになんでこんなほったらかしにされるのっていうふうにプライドもあって怒ってたんですよね。だからたまに光源氏が葵の家にやってきても、光源氏に対してすごい冷めた目で光源氏を見てたんです。ずっと。で、それを踏まえてここでね、いつもは葵は冷めた目で光源氏を見てるのにと。 そのね、いつもの冷めた目という感じなんですよ、これね。鬱陶しそうに気が引け、近づきがたいようなね、葵の眼差しというのを、糸、ゆげに見上げて、打ち守り、聞こえ、たもうという風になってますね。えー、これ、光源氏の方に、打ち守るというのは、守るじゃなくて、じっと見るという動詞になるんですよね。じっと見ている。誰をかっていうと、光源氏を。だからここ、聞こえは、謙譲語で光源氏に対して。 で、たもの方は尊敬語で主語である葵に対してです。非常にだるげに見上げて、じっと光を拝見なさるとという感じですね。だから、いつもやったらすごい気だるそうに、うわ、またもうなんか口だけの浮気マカ光が来たでみたいな感じで見てるんですけども、今日はじっとね、光の方を見て。 涙のこぼれる様を見たもううににという風になってますね。涙がこぼれる様を見ているとと、いかが哀れの朝からむと、葵の目から涙がこぼれなさるのを光るはご覧になるのを、どうして情愛を浅く思うだろうか、いや思わないだろうという感じで役を作ります。 あまりに糸を泣きたまえばですね、まあ、まりにも非常に悲しそうにしく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 泣くんでね、この葵がね。だからこれ作者から葵に対する尊敬語なんですけども、あまりにひどく泣きなさるので、心苦しき親たちの恩ことをおぼし、ね、これ喋ってるのは光源氏です。あまりに葵がね、しくしく泣いているから、それに対して光源氏がちょっと慰めの言葉をかけてるわけですよ。 心苦しい親たちのことを思いになる光源氏から、えー、これ、葵に対するものになります。で、ここ僕ね、ちょっと作者っていう風にしてるのは何かっていうと、もしかすると文章によっては、ここ鍵弧をつけてない文章もあるかもしれないので、もし鍵括弧がついてなかったら作者という風に取ってあげたらいいと思いますが、ここはね、 とおぼしてというふうに最後書いてあるので光源氏が頭の中で考えたことですから光るかから葵にに対すす尊敬ととい,うういいかなと思いいううふってな思ます親にねこのね娘に先立たれる親たちの気の毒なことをこの葵はお考えになりまた各見たもうにつけてですね。 これも光源氏から葵に対してです。こうしてご覧になるにつけて、えー、口を臭う覚えたも、口をしい悔しいのって葵は覚えなさるのかというね、これも葵に対してです。で、この2はニア、にや、にか、あらむの2は断定の助動詞、なりの連用形なので、これ断定ですね。また、こうして自分をね、光をご覧になるにつけて、残念にお思いになるのだろうか。 と葵を見ながら光る源氏はお思いになりという形になるのでこれね尊敬語作者から光る源氏です。 いいでしょうかなんでだからなんでこんな浮気者の私のことを大事にしないような人と結婚してしもたんや私はとかって言って見てんのかなとでもう一つは、えー「親に先立つ不幸をごめんねお父さんお母さん」というふうにね、えー、葵はなんか考えてるのかなというふうに光源氏は考えてるわけですよだからここで話しかけますこっから会話しゃべってるのは光源氏ですよ 何事もとここは解釈が聞かれそうですね。でまず、な、な、な、そというところで、これは禁止ですよね。な、するなという意味になり、で、おぼすというのは尊敬語ですから、今喋っている光源氏から、思うのは葵ですからね。葵に対する尊敬語として使っていると。 何事もあまり深くこう思い入れになられるなとだからあんまり深く思い詰めなさるなみたいな感じなんですよね。さりともそうは言ってもはおあせじですね。この「おわす」も「葵」がいらっしゃるという形になるので尊敬語で光源氏から主語である葵に対する尊敬語そして「打ち消し推理」を使ってるという感じですね。 そうは言ってもそんな悪くいらっしゃることはないだろうと。でまあいかなりともでねたと、えー、えどうなったとしてもという感じなんですけども必ず「あうせあなれば」というふうになってます。この「あなれ」って何かっていうとすみませんちょっと離れたところに書きますが元は「あるなれ」という形だったんです。それが「ーが「ん」という音に変わって「あんなれ」になりでこの「ん」という音がぶっ飛んでしまって「あなれ」というふうに変化してます。 これをですねルーが「ん」という音に変わるのを発音便化そしてこの「ん」という音を表記しないというのを無表記といいう,うに言いますこういうのが発生するのは終止系に接続する助動詞は基本全般みんな発生します。 なのでラム、ベシ、マジ、ラシ、メリ、ナリという助動詞に関してはこの発音便化、無表記というのが起こるというのはぜひ覚えておいてください。で、推定ですね。たとえどうなったとしても必ず会う機会があるそうなので,でですね。まあ実際に自分ね、光源氏が死んだことっていうのはないのでここ推定使ってるという感じですね。伝聞推定という感じかな。うん。 対面はアリなんですね。このナムは品詞分解大丈夫でしょうかアリという連用形に接続しているのでこのナは脅威の助動詞の「ぬ」の未然形そして「む」はですねこれ水量関係の助動詞の「む」です「な」「む」というふうに2品詞に分けて取ってくださいねどうなろうとも必ず来世で会う機会があるそうなので私は死んだことないからわかりませんがというねきっ と再会するでしょうというふうに、まあちょっと励ましているわけですよね、一生懸命ね。えー、あなたがお父さんお母さんと死別してしまうっていうのが悲しいと思ってるんでしょうと。でも大丈夫ですよと。亡くなってもまた来世で会う機会、チャンスというのはありますからというふうに言ってるんですね。これね。 そして、音とど宮なども深きちぎりある中は、父大臣や母宮など深い縁のある中というのは、巡り手も耐え、ザ、なれ。このザ、ざなれというのもさっきと一緒です。ザるなれ、ザ、なれ、ザ、なれというふうに発音便化無表記というのを起こしています。 だからこの「なれ」「なれ」っていうのは伝文推定の助動詞というふうになるんですけども「ざる」もなるんですかっていうとそうなんですよこれね「らへん動詞とか「らへん動詞と同じような活用をするものがこの「終止形接続」「なり」とかのね助動詞の上にくっついてるとこういうふうに起こるんですだからなんか終止形接続の助動詞たちっていうのは自分たちの上に「ルーっていうね「う」ーっていう音があるのがなんか嫌みたいなんですよね「ルー、こ特に「ルーね このルールというのを変えてしまうというルールが実は発動するんですよね。生まれ変わっても、えー、耐えないだろうというね。すいません。ちょっと役がミスしてしまってますね。生まれ変わっても、きっと耐えないだろうからという感じですね。 まあ実際よく言いますよね。えー、この現世で、えー、何かしら自分たちと深く関係のある人っていうのはかなり深い縁がある、そういう前世からの宿命だと、だから次も同じように何かしら関係を持って生まれてくるはずだという感じです。愛、はい、見るほどありナムこのナムもですね、さっきありましたけども、脅威と水流の助動詞ですよ。ありっていう連用形に接続してるんでね。と、おぼせ。これは尊敬語で命令形になってます。 光源氏から葵に対しして励ましですね。えー、尊敬語を使ってしているとお思いになってくださいと,と慰めたも光源氏が葵を慰めているので尊敬語で作者から光源氏に対してきっとまた会えるだろうとお考えなさいよ。 とと慰めなさるとっていう感じですねだからここまで光源氏は葵がですね、えー、このまま亡くなってしまってお父さんお母さんと死別するのが嫌、光源氏と別れるのも嫌みたいな感じのことで悲しんでんのかなと思ってたという状況なんですけども、実はこっから一転します。いいであらずやこれはまあ解釈の問題とかで聞かれそうですね。身の上の上と苦しきよいや、そうではない。 気祷が強くて、ちょっと嫌だから非常に苦しいので、というふうに言ってます。だから涙を流していたのは、ただ気祷が苦しかったからなんですよね。んどういうことっていうね。 これね、え、実は死別を悲しむわけではありませんよと。あなたは何をおっしゃってるんですかずらずらと。カッコ悪みたいなね。私が涙を流しているのは、ご祈祷が心に染みて辛くて痛いんです。しばし、休めたまえ。ちょっと休めてほしいな。緩めてほしいな。っていうね。これ喋ってんの。葵ですから、葵からお坊さんたちに対してね。ちょっとやめろや。と、聞こえん。申し上げようですね。 え葵がね、光源氏に申し上げようというふうに意思を持っています。とてなんだと。少し緩めなされと申し上げようと思ってな。光源氏、お前を読んだんやと。だから源氏は穴を坊主、坊主ども、坊主どものご祈祷を止めてこいやーって言ってるわけですね。各参りコントもさらに思わぬ。参るというのは参上するという謙譲語ですね。今喋ってるのは葵ですから、葵から光源氏のもとにですね、参上するともさらに これは打ち消しの助動詞とくっついたら全く何々ないですね重は未然形に接続しているのでこのヌーは図の連体形ですだから打ち消しですよこうして参上しようとも全く思わないのにそうなんです実はこれもう葵じゃなくて取り付いた生き量が喋ってるんですよね生き量としてこうして光源氏のもとに参上しようなんて全く思ってなかったのに っていうことですね物を思う人の魂,魂ですねは下に悪がるるものに何ありける軽助詞使ってますでこのケルがですねまた英単ですけども、えー、連体形になっている係り結びの法則でね物思いする人の魂はなるほどさまよい出るものなのだなという風うに言ってるとだから実は光源氏は完全なる勘違いをしてたわけですね喋ってんのは生き量です と、懐かしげに言いて、とね、葵、えー、はですね、非常に親しげに言いながら、泣き詫び、えー、嘆き詫び、空に乱るる我が玉を、嘆きを持って、そして空にさまよう私の魂を、結びとどめよう、従いの妻という風になってますね、結んでとどめてください。 着物の裾の両端を結ぶようにというね。これ実は昔からの伝説伝承というのがあって、この従いの妻っていうとこをキュッて結ぶと、えー、こう出て行こうとしている、さまよい出ようとしている魂というのを留めるという意味があるみたいなんですよね。なので、私の魂を留めてください。と、のたも、尊敬語使ってます。これ、葵が喋ってますからね。作者から葵に対して。のたもを超え。 気配その人にもあらず代わり玉減りこれがですね、まず尊敬語です。葵ではないということですね。作者から葵に対するものになってて、官僚の助動詞の「り」がついてます。で、このその人にの「に」というのはこれ、断定の助動詞なりの連用形です。で、あらずは打ち消しですね。と、おっしゃる声。 気配が葵ではなく変わりなさったと。だからこのその人っていうのは葵のことですね。葵その人ではなく変わりなさったってことです。いいとはやしいとおぼしめぐらすに、ここから光源氏ですね。えー、断定すいません。作者から光源氏に対して、んなんだこれんなんやこれと光源氏が考えをめぐらせなさると。ただ、 かの見やすんどころなりけりけですね、これ断定の助動詞です。なんと、あの6畳の見やすんどころであったと。ここで、えー、やっと正体が出てきたという形になります。 そして、朝の衆、人のとがく言うをですね。驚きあきれい人。人がね、このあれこれ言うのも、よからぬというのは身分が良くないですね。これ、打ち消しです。これ、よからという未然形にくっついてるんでね。えそして、ヌーナーがものっていう名詞になってますよね。連帯形というのも決め手になります。身分の低い者たちが言い出すことと、聞きにくくおぼし。 大思いになる尊敬語ですね光源氏は「ああも,もう聞いてんの嫌」「聞くの嫌」というふうに思っていると。で「のたまい結を」というふうになってますね。これ尊敬語で作者から光源氏です。目にミスミスと。 聞いていて、不愉快だと思いになり、無視していらっしゃるのを目の前で見て、ということですね。まあだから、え、何どうしたの葵様が、葵様が、とかっていうね、何の、何の生きるようなのこれ多分、光源氏がなんか浮気している、愛しんのうえ、とかいう感じで言っているのが、光源氏にもやっぱ聞こえてくるわけですよ。もうだってもう大パニックですからね。葵が、葵が、っていう状態になってる、この大パニックの状況で行われていることなんでね。えー、それがもうちょっともう鬱陶しいな、 という,ふうに光源氏は聞きながらですね、完全に無視してね葵の方を見てると世にはかかることこういうね生き量が取り付くようなことというのがこそ形状詞、えー、ありけれですねここがかかり結びの法則英単になってます世の中にはこのようなこともあるのだなと疎ましゅうなりぬというね官僚の助動詞のぬを使ってますなりという連用形にくっついてて終始形で使ってますからね 穴心うとおぼされてですね。光源氏は母もつらいのとお思いになって。各の玉江戸を誰とこそ知らねえここですね。あ誰お前。っていうふうに言ってるわけですよね。<laughs> 光源氏が喋ってるんですよ。で、尊敬語なんで喋ってるのは実際の葵の上です。で、まあ言うたら生きりなんですけどね。葵の上の体を借りた生きりに対して言ってるんですけども。 そのようにおっしゃるが、あなたはそのようにおっしゃるが、誰とこそ知らねえ。ここ、形状詞です。で、知らねえのねえが、これ、図の依然形です。知らという未然形にくっついてるんでね、打ち消しの助動詞図の依然形になってます。誰だかわからないと。 確かに、のたまえというね、命令してますね、光源氏から、その、葵に対して。あなたはそのようにおっしゃるが、誰だとわからないと、はっきりとおっしゃってください。っていうふうに言ってるわけですよ。完全にとぼけてるんですね、光源氏は。もう、バッチリ分かってます。だって、かの見やすんところを言うてましたからね、さっきね。なんですけども、光源氏はそこはさすがにね、この、制裁のお家である、葵のお家の中で、まさか自分の愛人の名前ズバーって言うわけにはいかないので、めちゃくちゃごまかしてるんですよ、これ。 と、のたまえば、おっしゃった、ヒカル源氏に対する尊敬語です。ただ、それなる恩ありさまに。と、ヒカルがおっしゃると、ただもうまさに六条の見やすんどころであるのに。あさましとは世の常なりというね、断定の助動詞使ってます。人々が地獄を参る、参上するですね。驚きあきれるとは平凡すぎて言い尽くせるものではないと。人々が近く参上するのも、片腹糸を応募さる。 ですねえー、ここは謙譲語で光源氏のもとに人々がやってくるという謙譲語そして後ろはですねここ尊敬語になってます作者からもう肩腹痛く光源氏は思っていると。 でこの腹容たは気をつけてくださいね片腹痛いわ」は滑稽だのっていう意味じゃなくて古文で「片腹痛いたし」というのが出てきたらそばにいて痛い々いしいいという状況になるのでもう見ていられないという風な形ですねだから決まりが悪いという風に訳を作ったりします決まりが悪く大思いになるという光源氏です いいでしょうかなんでねちょっと面白いのが光源氏自身にはですねこの生霊用の正体というのが完全に分かってるんですけどもそれをこのね、えー、葵のお家の人たちにバレたくなくてちょっととぼけてるっていうところが若干面白いポイントではあるんですけどまあ生霊が出てきてですね実際に生霊がね葵の体を使って喋っているというところを考えると結構なホラーの場面になるかなというところですね。今回は源氏物語のの巻ですね葵の病床という と,ところを説明させていただきました実はですねこの文章っていうのは、えー、僕ね源氏面白あらすじのところで結構ね葵の巻のところで説明してますなんでうわもうちょっともうちょっと話をズバッとまとめてっていう場合はですねそちらのあらすじの方もですねぜひちょっとまとめて見ていただくと結構話がサクッと頭の中に入ってくるかもしれません ということでね、えー、そちらもぜひ見ていただければと思います。えー、やもう良かったと、参考になったよという方はですね、ぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。はい、ということで、えー、このチャンネルはですね、こういうふうに定期テスト対策の動画とかですね、あとは源氏物語の先ほど言いましたが、あらすじを面白おかしく語っていったりするというチャンネルになっておるので、えー、またちょっとでね、あ、いいなというふうに思った方はですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。 それでは、皆さん、テスト勉強を頑張ってください。バイバイ。 ま、やっぱ相変わらず怖いですね。ここの場面に関してはね。急にだってね、青いやと思ってたやつが急に変わるわけですから、もうあの、エクソシストとかなんかそういうちょっといわゆるこう、取り付かれて、えー、喋り方も声までも変わってしまうというね、えー、千年前の文章とは思えない古典中の古典なんですけども、えー、ホラーの演出としてはね、やっぱ昔も今もあんま変わんないのかなという感じがしますが、皆さんはどう思いになったでしょうか